群馬の由美子です。今日は2022年9月14日水曜日です。群馬マッドフラットミーティング7月に集まってくださった皆さんとまだ連絡を取り合っていて、この間群馬の森にみんなで探検に行ってきました。その日は6人ぐらい集まることができて、そのマッドフラットミーティング自体は総勢23人だったんですけど、エンドゥさんをお呼びしたやつね。で、群馬の森公園なんですよね。でこういうなんて言いますか、土管の大きいのみたいのがあって、車上跡っていうのが残ってるんですよ。でも入れないんですよね。でだから戦争中にその銃とかなんかの試し撃ちをしたところのようです。なんだかやっぱりちょっと気持ちの悪い感じはしましたね。で感じやすい方なんかはもうちょっと震えるような感じでね、何か霊を感じたんですかね。でここへレンガの建物がなんかちょっとあったり、入れないんですよそっちはね、柵があって。でこういう朽ちた小屋なんかもあって、なんだろうって感じで、もうちょっと歩いていくと公園の中に我が国ダイナマイト発祥の地っていう石碑があるんですよ。これは陸軍岩花火薬製造所跡ということで、群馬が日本のダイナマイト発祥の地だなんて本当に知りませんでした。でこうやって土手があって、トンネルがあって、でその案内してくれた方が想像するには、向こう側に火薬を置いてこっち側で、その車上跡とかがある方で試し撃ちをして火が燃え移らないようにしてたんじゃないかなって。で公園の端っこへ行くと川が流れてるんですよ。いい川がね、小川で、日本火薬っていう会社があるんですよ。この向こうにほらちょっと見て、もうちょっと上の方見てください。じゃじゃーん、日本火薬です。こういう会社があるのも知りませんでした私。であと公園の中に日本庭園も見つけたんだ、なんだか変な感じって言って案内してくれました。これは石臼ですよね。これはなんか水ちょっと溜まってるやつね。なんて言うんだろう。これは灯籠でしょう。まあ普通の日本庭園かな。だけどここに変なものがあってですね。なんだろう、この大きな石なんですよ。ドーナツ状の。何かな。わかりません。で、ここに大きい灯籠があって、この傘の部分だけが古い感じがするねって。でこっから下はこの傘をつけるために後で作ったんだろうって、そういう皆さんの意見でした。でなんだか灯籠は隠れキリシタンが拝んだ対象じゃないかっていう話があるんですかね。だからこのさっきのバッテンとか、あれはその十字架で、あとはこのなんか雲が3つくにょくにょくにょってこう、これなんかは三位一体じゃないのとかね、そういうことを皆さんで話してましたね。でね、こういう近代美術館が中にあって、こういうね馬なんかも大きいんですよ。これがここへね、昔兵馬俑が来たのをね、親に連れられて見に行った覚えがあります。これは馬が抱き合ってなんでしょうか。そして車に乗って新町に行きました。これはガトーフェスタ原田、ガトーフェスタ原田は群馬なんですよ。ラスクのね。でここ安西所っていう、なんか明治天皇がねこの塀の向こうのね平屋のお家にお泊まりになったそうですよ、で公園になってます。ここ、公園って言っても、ちょっと、広場っていうかね、これ広重の絵が、これが、中山道の新町塾の絵なんだそうです。ただこういうふうに広くなってて、新町塾、雨がね途中で降ってきたりして、キャーなんて言ってみんなでね
あ早く車に乗ろうとか言ってね、群馬の森から移動するときにね、ボツ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 ってどんどん降ってきて面白かったですよ。なんか童心に帰ってはしゃいじゃったみたいな感じでね、うん、でこちらが安西省。まあ別にこれは何っていうことも私は何も感じませんでしたね。ああこんなとこへ明治天皇が来たのかっていうぐらいな感じで、で皆さんとはほらマッドフラットのことはみんな知ってるわけだから、その話はしなくていいわけですよ。前提をね言わなくていいの。すごい楽しかったですね。あの開放感あります。あそれでこの斜め向かいぐらいにカトリック教会がありまして、で掲示板にお、ローマ教皇だと思って写真撮って帰ったんですよ。で今編集してたら、あなたに話があるって書いてあるんですよね。でこのカラーのネットで拾ってきまして、私もだよってね言っときましょう。でその先に行くとお菊稲荷という、ここがね良かったんですよ。大発見がありまして、ここねお菊稲荷はあの可愛い御朱印がもらえるということで人気だそうです。あのお社もねなんか建て替えてあって、あのあれですよ、ガラスのさ自動ドアがついてるのお社に。それで、びっくりしました。儲かってますねっていう感じで、あのでお稲荷さんはこのマッドフラットの皆さんはあれですかね、ちょっと血の色のあの、鳥居がつながってて嫌だなっていう、多分現世のご利益をねくれる商売繁盛の神さんだから、生贄の引き換えにそうやってあの繁栄させてくれるっていう神さんなんじゃないかっていう、どうもそういう話みたいですね。うん、確かにそう言われると真っ赤ですよね。で、まあ、雨が降っててぬかるんでるんで、ちょっとこっちの方行くのは嫌だなと、この石畳のところへ行きたいなっていうんで、ああ中婚の日なんかもあるけど見に行くのはやめようと思って、もうちょっと行きまして、雨だったんですよ本当に。こんな公園になっててねいいですよね。ね、ここへ物置なんかがあって、また石碑があるな、でもぬかってるから見に行くの嫌だな、でもやっぱり一応見とこうかな、 YouTube 動画作るしと思ってみたら、これは誰かおじいさん宇吉さんの碑で、その隣がすごかった、群馬県ボーイスカウト、運動発祥の地だそうですよ。新町はどん深闇です、ね、ボーイスカウトといえば、BBC のニュース、米ボーイスカウト連盟が破産申請、性虐待の訴訟続出で、これ2020年2月19日の記事です。もう2年半以上前ですね。アメリカの、ね、ボーイスカウトアメリカ連盟が、性虐待の損害賠償を求める訴訟が相次いでですね、もうあの民事再生法を、あの連邦破産法を、ね、申請したんですって。でもうそういう被害が多くて、訴えが多くて、で今回破産申請したんで民事訴訟全部中断だって。で破産が認められれば訴訟を一箇所の裁判所で集約して和解交渉を進める。で申請、書類によると、なんだあ、ま、とにかくねなんかねあの資産を守るために破産申告したんですって。で地方のそのボーイスカウトを連盟っていうのボーイスカウトの組織はあの
ま、守るというそっちに財産がいっぱいあってそれを取られないためにあの全米ボーイスカウト連盟は破産しちゃうんだって。これどうなったかちょっとその後知りませんけれど、まあね、カトリック教会や米体操連盟など性虐待の訴えを受けた他の非営利団体も近年破産申請による保護を求めるようになっている。なんて汚い手を使うんでしょうか。まあそういうことですよね。まあ、それが大収穫でした。新町はどんぶかっていうことでね、で今回のね、あの言いましたっけ、その7月にマットフラットミーティング遠藤さん呼んでやったの23人、総勢23人の集まりで、そのこじんまりとやったのでよかったんですね。今でもこうやって連絡を取り合って、じゃあ今度あの集まれる人だけでどこどこ見に行きましょうかとかね、そういう流れになりまして、でそういうふうにね、あのお膳立てしてくれる人もいて、お膳立てっていうんですかね、私なんかはなかなかちょっと声かけるのが得意じゃないもんですから、そのやってくれる人がいてね、よかったなと思って、でそうですね、私もうちょっとね、そこの集まりで聞いたね面白い話をしますけど、笹原俊っているでしょ。私ね結構好きで読んでて、わすごい話を、暴露話を してくれるなと思ってさ、ブログとか見てたんですよ。でもなんかね、トモコ444代、ちょっと名前がはっきり分かんないんですけど、そういう名前のツイッターやる人がいて、なんかその真実暴露系みたいな感じなんですけど、その人と笹原俊はどうやら同一人物らしいという話が出て、で藤原直哉っていうあの経済学者の先生ね、あのマドマゼル愛先生と仲良しの人ですよ、あの人がそれをなんか発見したらしいの。なんかつい笹原俊、あ笹原俊がアカウントをそのトモコなんとかに切り替えないで発信しちゃったのを、ツイッターをあのスクリーンショットしたのを藤原先生がツイッターに上げたことがあったんだって。それ見たいって思ってるんですけど、まだ見てないんだけどね。それでね、あのあこれはね、狛犬がねいて、あのこの押さえてる玉がフラワーオブライフだっていうことに気がつきました。でこれお迎えに妙見寺っていう、お寺があっただけ、それだけ。これは岡崎醤油っていう新町の駅の向こう側にあるお醤油屋さんの、あのなんか蔵がちょっと変わってるっていうんで連れてもらったんですよ。でこういう石造りのね、なんかでこう模様っていうんですかね、こう丸いね柄とかもあって、今でも事務所で使ってるみたいですね。だからしっかりした建物なんでしょうね。タルタル物件かなっていう感じですよね。ねえ、だって壊さないんだもんね。でもちょっと蔵にしては窓が多いですよね。蔵って窓あんまないもんね。これちょっと変わってますよね。地下はあるんだろうかなんつってね。で隣、その蔵の隣にこういう諏訪神社の元あったところです、あと八坂神社もあったんですっていうのが残ってるんですよね。あの江戸時代の区画整理で動いたらしいんですよ。でも元の大糸くんさね、これが不思議。これ新町駅です、すぐそのこの向こうがね。あそれでこれがさ、あの来てくれた人の庭にイチジクがいっぱいになったんで持っていくねっていうんで皆さんもらったんですよ。あそうそう、それでこの参政党、あで笹原俊がなんか参政党支持を表明したんですよね、あの選挙の前日に。でなんか伊藤先生っていうあの古文書を見とく女の先生がマットフラットのとこに入ってきてるんだけど、その人もなんか参政党から出馬しちゃって、
でどうもその2人はつながってるらしいのね。でそしたら参政党は統一教会の別動隊だって副島先生に怒られちゃって、あなたたちはすぐに騙されるってね、怒られちゃってさ。そうだから笹原俊は統一教会なんでしょうかね。ご存知の方いらっしゃいますか。こんな話していいんでしょうか。恐ろしい、うん、だからね、あどこにどんな人がいるかわからない、なんていうかね、スピリチュアル界はさ怖いんですよ。なんかねいい話しているようで実は向こう側の人だったっていうことがね、なんかよくあるみたいじゃない。ですから皆さんも十分お気をつけになってくださいね。ね、いろんなバージョン作っちゃった、このダイアナ妃の。もうダイアナ妃はね見てるだけで楽しい。じゃあ皆さん、今日も良い夢を。